3人占ってもらって3人に順位つけてんねんけど。あ、それは、なんか、占い師の？うん、あの、京都の、なんか、四条の母みたいな感じの人。あ割とまあ京都の有名なおばちゃんで、はいはいはい、フリーターの人やんな。いやいや占い師やってたから。フリーターみたいな、え占い師、自称占い師みたいなフリーターやろ。21歳の大学生になれへんかったやつとかそういうことでしょ。21歳の大学ぐらいのフラフラしててけど俺霊感だけはあるんです、おばちゃんやってんだから霊感だけはあるんですって言い張るやつやろ。占い師のおばちゃんやあ、そうな。